2月11日日曜日ですね。さすが日曜日のトランプタワー多いですね。すっげえ人がいっぱい来てる。ほらトランプタワーまた来ました。こんな感じですよ、これトランプタワー。フィクサーメニューのまあ本当にいい感じのところにありますよね。隣はグッチがあそこにありますが、もうなんていうか、あの世界の有名ブランドが集まっています。ここにプラダがあって、そこにアバクロンビアンドビッチはアバクロって日本で呼ばれてますね。まあ日本でも人気のブランドですよね。これすごいでしょ、フィフスアベニュー一方通行ですよ、これだけ人。あの道の幅があって車が多いのに。向こうにしか行けません。ほらこっち側からもういっぱい人が集まってる。ほら見てください。そしてなんかほらこういうプラカードみたいなのを出して、なんかそのなんていうのかな、そのトランプに抗議してる人たちいますね。うじゃうじゃ人が入りきれないぐらい入って並んでる。あそこなんか金属探知機みたいなのあれありますからね。これトランプタワーすごいですよ、人が。今日は日曜日だからゾロ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 続々と集まってきてますね。今ちょうどどれくらい、あ12時だ、あ12時だからみんなご飯食べるんじゃないかな、ご飯前なのかな、まあわかんないけど、ちょうどお昼ですね。ほら、いつもね、その動画を撮るときにちょっとね、ゆっくり動かさないとね、ダメだなっていつも思うんですよ。だから今ちょっとゆっくり動かしてます。ほら、こんな感じ。ちょっと坂になってる。斜めですよね。少し坂になってるのかな。続々と人が集まってきている。入りきれないぐらいか。そしてこの人たち抗議してる。ほら頑張ってねみたいなこと言ってましたね。今イエローキャブはほとんどトヨタ車と日産とトヨタです。わーお、もうなんかもう目に焼き付いたトランプタワーが。よし、ちょっとトランプタワーもうちょっと止めますね。